カンガルーに袋ができたわけ。昔々、カンガルーのお腹に袋がなかった頃のお話です。カンガルーのお母さんはほとほと困っていました。だって赤ちゃんカンガルーったら目を離すとぴょんぴょんあちこちに飛んでってしまうのです。草原は小さな子供には危険がいっぱい。子供を入れられる袋がお腹にあったらと思っていました。その日もお母さんカンガルーは子供の後を追いかけ回していました。そこへ年老いたウォンバットがヨロヨロとやってきて、目の前でバタリと倒れてしまいました。まあ大丈夫ですか？カンガルーのお母さんが助け起こすと、ウォンバットは、わしゃもうダメじゃ、目も見えないから食べ物があるところにも行けやしない、このまま死ぬんじゃと小さな声で言いました。まあ元気を出してくださいな、私が食べ物と水があるところにご案内しますから。カンガルーのお母さんは子供をそこに残して、ウォンバットを近くの水場とおいしい草の生えているところに連れて行きました。ウォンバットは冷たい水をごくごく飲み、新鮮な草をもりもり食べて、ずいぶん元気になりました。カンガルーのお母さんはそこで子供がまた心配になってきて、先ほどの場所に戻ってみました。案の定、子供はどこかに行ってしまっています。必死になって探すと、大きな木の下ですやすやと眠っていました。安心したところでウォンバットの様子を見に戻りました。向こうにウォンバットの姿が見えますと、カンガルーのお母さんはびくっと立ち止まりました。なんと狩人が槍を構えて、今にもウォンバットに投げようとしているのです。よく動けないウォンバットは槍から逃げることなどできないでしょう。カンガルーのお母さんはその場でドスドス足を踏み鳴らし、狩人の気を引きました。音に気がついた狩人はすぐにこちらに走って向かってきました。お母さんは夢中で逃げました。逃げて逃げて、走って走って、ほら穴に飛び込み、なんとかそこで狩人をやり過ごします。狩人の足音が遠ざかっていったので、カンガルーのお母さんはまず子供のところに戻りました。よかった、子供はちょうど目が覚めたところです。それから一緒にウォンバットを探しに行きました。さっきの場所に行ってみましたが、ウォンバットの姿はありません。無事に逃げてくれたのならいいんだけど。でも実はあのウォンバットは神様が姿を変えたものだったのです。神様はそうして心の温かい生き物を調べていたのでした。カンガルーの優しさと勇気に感動した神様は、カンガルーが一番欲しがっていたものをご褒美に与えました。そう、お腹の袋です。その日からカンガルーには袋ができたのですって。